里崎チャンネルプロスペース。はい、ということで里崎と前のプロスペースでございます。皆さんね、年末年始ってね、皆さん暇な時にね、ぜひ見てください。今回ですね、動画まずね、最初にこちらです。プロスピ交換会結果発表ということでね、第1回交換分でね、佐々木は野村、糸原、林、糸原ね、阪神出してなんとか青柳を取れないかなと思って出したんですけど、なんとスパークの中野が来て、まあ、これはこれで OK だね。だって中野あれだもんね、タイトルホルダーで出るんだもんね。これはね、いいね。でね、大島、相澤と来てね、自チームじゃないのに広島、広島になる。これ1回目で、2回目が、遠藤、ポランコ、相澤をね、出して、そこで真中さんが当たるっていう。これ真中さんはね、取っとこう、いずれね、これスピリーグずっとあったんで、ね、監督真中さん出てくるから、いずれこれで真中さんを極みにするために、これはもうね、寮に眠らしておきましょう。ここでポランコ出して中山ね、幼稚なね。で、相澤出して万波、これ2回目ね。で、3回目もうどんどんね、引いていらないのはもうすぐすぐ出すよね。で、野村、ジェームス出してね、菊池、中山出して今村ね、万波出して、安楽はね、いいね。俺今もう極みにしてんだけども、特殊能力全く上げてなくて、セレクションの上げようかどうかも迷ってんだけど、なんか次もダルビッシュセレクションも来るからね。今までこのね、3回目で絶対こいつ欲しいっていうのはね、な。4回目菊池で山口、これはね、置いとこうね。来年下手したらね、めっちゃホームラン打ってパワー A になる可能性あるから、山口はね、ぜひ皆さんも、ね、取っといた方がいい。広角もついてるしね、これはね、皆さんね、山口は育てていこう。で、寮に入れて一気に爆発する可能性あるから、今ロッテの中で一番期待ね。で、今村ですよ、中田翔も良かったんだけどね、安楽も出しちゃってね、不思議で、続いてでも野口がね、ジュニアのやつでね、引いたんだけど、もういらないから出して、山崎ね。で、中田翔と大勢、これ良かった。俺大勢惜しかったのよ。こう、ありがとうございます、伊沢凪さん、ありがとうございますね。大勢不思議だしね。小島もね、今年はまさかのね、大型借金だったけども、そんなピッチャーじゃないから良くなってくるから、これもね、育っていきましょうね。で、最後6回目ね、林出して、マクブルーム、自チームじゃないのよ、く広島、みんな広島よく出してるのかな。で、ウィーラー出してね、吉川っていうね、まあ吉川もいいね、ここから良くなってくるからね。これはもう極めはしないけどね、来年のように取っておきましょう。山瀬幸太だしね、まだ小島よく来る、しかも70になってるから、もう上げる必要ない、ありがとうございますね。まあ、これで、まあだから今回良かったのはね、6回中小島とね、大勢だけだね。まあこんなとこでしょ。まあ佐々木としては残念な結果で終わりましたけど、まあでも大勢ね、取れたんで、それはね、よしとしましょう。やるかやらないか非常に迷って、すぐダルビッシュセレクション来ます。でもこのクリスマス10連スカウトやろうと、もう欲しいのはね、もう巨人、メルセデス、これ見ていこう。このメルセデスも、メルセデスがだってロッテ行くことになったから使えんじゃん。ポランコロッテ行くんでしょ、もっと早く言っといてよ。そしたら俺置いてたのに、ポランコ、ね、いいロッテの選手になる可能性あるからね。メルセデスがロッテ行くから、俺ジャイアンツで、ね、今ジャイアンツこの選手なんだけど、もう俺ジャイアンツだったらね、岡本、メルセデス、大城でもいいんだよ、ね、極みできるから。大城、岡本、メルセデス、菅野でね、高梨、丸、取ってない選手だったらどれも欲しい。だからね、ジャイアンツで迷ったけどね、することに決めた。一番欲しいのメルセデスだね。で、その次が岡本、菅野、高梨、丸、大城だったら俺はもうね、どれでもいい。これが、ね、第3グループ、ね、これをね、引くために、ね、メルセデスを引くために行きましょう。だから貸し当たったらね、ほぼ増田陸以外、増田陸は用事ないよ、以外だったらもう完璧よね。これ4回しようね、クリスマスプレゼントもらいましょう、サンタさんにね。それでは1回目レッツゴー、ジャイアンツしてるね。なんかこれなんか結構、うわ、サンタさんプレゼントないの、これ全部ノーマルだったら当たってたよ。飛ばなかったら飛ぶな、ほら、里崎調べでは 80%S です。これは
全ノーマルね、長岡レギュラーダッシュね、森来年はもうガッチリレギュラー掴んでいこうね、ムーネもうね定位置掴んだね、ちょっと握りがチェンジアップだね、ちゃんと握れてないね、オスナもう万全ね、牧原来年はもう UTT じゃなくセンター1本でねレギュラー、ほら来た、嘘やろ、増田さん用事ない、そんなことある、俺もうそんな YouTuber としての配信のなんかこのネタ作りとかじゃないんだよ、まあ頑張っていこうね、ヨザ、ね、二桁勝利おめでとうね、今川来年こそレギュラーダッシュ ね宮城、はい、安定的、まあまあもう 2回目いきましょう、ここ絶対当たるから ねだからこれ当たってほしい、でも当たらってない選手カクカクでフラッシュ来てくれ、フラッシュ2枚引き行こう、2枚引き、サンタさんお願いしますよ、俺の欲しいプレゼントはあれじゃないよ、さあこれね、あれ行こうで、まあこれどうなん、1枚引きなのか、当たってくれ、いや当たらんわ、メルセデス、メルセデス、メルセデス、メルちゃん、メルセデス、ウミナ、ね、ミネ来たけど頑張れ、大抜き、もうエースになっていこう、おーだ、カモ、坂本持ってます、あ、2枚引きだ、最後まで当たるから、ノギ、ね、うわ、早かった、さあ来い、メルセデス、お、岡本オッケー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 、いいでしょ、岡本いいでしょ、でも3個来てるからね、でも坂本も待ってんだよ、さあここでも来い、もうノーマルでいこう、ノーマルでいこう、ノーマルでいこうね、里崎調べではノーマルだとね、いやーノーマルじゃねえや、これ何もない、サウザキ調べではこれしかない、うん、誰もないよ、ほらこれ誰、まあ岡本来たからね、メルセデス、菅野、高梨、丸、この4人で大城でもいい、5人誰でも当たんだよ、ほんとカモン、最後2枚引きいこう、買ってくれ、押しだ、これでもうあれだね、持ってない選手が当たるからね、メルちゃん、メルちゃん、これも最後にこの来たらね完璧よ、もう増田陸も回収よね、島田ね、足早いよ、清水多いね、今年なんか足の跳ね上がり方がすごいね、柿沼頑張り低いね、キャッチングが、宮崎打ちやすかったよ、ほんだ関根、長瀬これ1枚か、さあメルセデスかも、おっしゃ来た、完璧だね、俺 YouTube 配信者としては完璧、増田陸からの最後メルセデスね、完璧よね、いやー素晴らしいクリスマスだね、サンタさん完璧だね、でね続いてねちょっと称号チャレンジするわ、宮西、請求がプラス2になればね、同値になるから、だから何圧倒的な請求かミスターコントロールか、宮西1個だけ、1個しかないね、どうする、3つ使おうね、カモンカモン強心、お、まあまあいいか、プラス15、こういうの大事だもんね、こういうの大事大事、で続いてはね宮崎1個あるから、だから1個するわ、ね、勝負チャレンジ
これもリッチカモンカモン強打者まあまあいっかこれでねなんか一個来てばいいでしょね戸郷9-1あるよね9-1若い時だぞこれはもう何も使わないで9-1うん、まあまあまあ、B 乗ったからね。もう一回行こう。9-1。カモン。お、なに？いや。これだったらこっちの方がいいのかな。いいや。これだとこっちの方がいいね。もう一回だけ、もう一回ね。9-1。オッケー、納豆同時にオッケー、ナイスナイス、ということでハッピーな撮影になりました。メルセデス良かったですね。打てません、なかなかリア台しててもね。ということで皆さんね、ダルビッシュセレクションもやりますからね、皆さんもどんな選手取れるかね、もしやってください。クリスマスプレゼント皆さん良かったですか。それではハッピーに。